日本東京都練馬区、タガラタガラは東京都練馬区の町名。住居表示実施済み区域。現行行政地名はタガラ1丁目から5丁目。郵便番号は179-0073。練馬区の北部に位置する。北部は光が丘、板橋区赤塚新町、東部は練馬区北町、南部は春日町、西部は光が丘と、それぞれ接する。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、だから2から35から20の地点で38万2000円、平方メートルとなっている。旧武蔵区に豊島牧場練馬村、商名上田柄ら。 タガラという地名は古くから存在した。上練馬村と下練馬村にまたがり、区別のため上練馬川は、上田柄といい現在の光が丘のあたりまで、下練馬川端も、田柄といい現在の北町の自衛隊練馬、駐屯地あたりまでを指す広大な範囲であった。上田柄は東、田柄、中田柄、西田柄、前田柄、北田柄、田柄谷、 タガラ・ヒといった字に分かれていた。1932年の板橋区成立時に練馬タガラ町となり、1949年1月1日に冠を外してタガラ町となった。1967年10月1日に住居表示を実施して、現行のタガラ1丁目から5丁目となった。地名の由来は不明。2月1日現在、練馬区統計所。 平成17年版農業センサスより、なお、ここに掲載したのは、農業集落名が、田原町となっている農家である。ほうれん草の作付け面積は、区内で最も多い。経営高地面積が 1632A となっているように区内では、比較的広い農地を抱えているものの、宅地化の影響で、農業は縮小しつつある。ネリマク島所町長別土地面積。 気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB、世帯と人口町長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2018年1月4日閲覧、区立小中学校学区域一覧、練馬区、2020年4月20日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、ありがとうございます。